今長尾系の今、中身財布の中身はいくらお<ー>はいふみさまと勝負しましょうよ。ふみさまは今日、なんとお <laughs> ろしてきました。なので、あすげえ入ってます。はい,はい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 。4万,4万4万四千入ってます。おおえー、そんなに入れて大丈夫ですか <laughs> めっちゃ う手数料もったいないからいっぱい下ろしちゃうんだよね。ああそういう感じか。なるほどなるほど。ほどだから、神様、はい、より持ってたら、くびり殺さなきゃいけなくなっちゃうので、あまあ、そんなな持ってないですね、うん、だから、はいもうちょい少ない。 いや、そうですね。いや、まあまあまあ。いや、わかんないな、これ人によりよね。多分これ、たぶん、少ないっすね。多分ん、長い。だいぶ少ないかな。うん。だいぶ少ないかな。少ない方が調整しやすいな、みたいな。はい、あそうですね。ただ、平均ってどれぐらいなんだろうな、人間の。平均どれぐらいなんですかね。2万円だとちょっと不安じゃな。いは だったら3万言っときたいしご飯とかあんまり使わないんだったら2万ぐらいでいいかなって思うけどごああだから長尾多分小学生みたいな感じかなもしかしたら貧乏なんですねちょっと最近かわいそう貧乏でねはいそう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 やっぱちょっと口座にとかないとね怖いんでねはいはい。 小学生。はいはいはい。小学生ぐらいかな。はい。はいじゃあ。はい。当てますよ。はいどうぞ。じゃあ行きます。五千円。ああこれプラマイはありにして大丈夫っす。五千人ぐらいはありです。オッケーです五千円。あ正解。やった。はい。えじゃあ正解はいくらだったんですか。 今は、ええ五千と、ええ百二十一円ぐらいですかね。なるほど。